この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。さすが。七番街の社宅地区、うちの親、神羅の人間なの。私、マコーロのおかげで大きくなったんだよね。帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。たちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど自分ではやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。手紙？パパ、
ママ、今までずっと、私は今ゴールドソーサーにいます。女優にたくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー、主演外れか。ここにはないか。ジェシー、魔鉱炉の整備担当だったんだ、うちのパパ。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。んじゃ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルじゃん。え、じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。
待てよ。どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ。今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ。ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力して、ショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前に。お父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ。あ、話したってことジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつく。それは俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよねこれ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。